はい、どうも皆さんこんにちは。スーパーマリオサンシャインを普通に実況プレイパート17やっていきたいと思います。今回は、ドルピックタウンのね、取れるシャインをまず取っていきたいと思います。まずここですね。この汚れてる金をね掃除していきたいと思います。いやなんかね、気づいたらね、このマリオサンシャインのね空がね、島がだんだん明るくなってきていてね、びっくりしました。シャインもねもう50個近く集まっていてね、本当にもうちょっとで終わりになっちゃうかもしれないですね。うん、まだかな。この金の掃除意外と難しいんですよね。よし、まだか。 OK。 よし、で上に出たからここね落ちないようにねうまくいきたいが、よっ、ああいけないか。よし、危ねえ、ここからいけるか。よっしゃ。で、これがまず一つ目。でね、あと何個かな？あと二つぐらいあるかな？という感じで、同じようにやっていきたいと思います。もう一つが、さっきと同じような感じで、今度こっちですね。こっちの金をね、綺麗にしたいと思います。よし、でこの鐘を掃除する間に結構時間ができちゃうからな、何か喋ろうと思うんですけど、何か喋ることあったかな。もうねトーク力のない自分ですからね、何を話したらいいか分かんないんですけど、そうだな、いやー、外は、梅雨ですよ、梅雨。梅雨真っ只中でね、もう、最近雨ばっかで、ね、朝も大変だし、帰ってきても暇だし、いやー、もう本当にね、梅雨はね、つまんないっすよねー。ほんとね、これはどっからだっけ？か、いやもうほんとね6月ねジメジメしててね、なんかパーッとしない日が多いですけど、よし、でこれが2つ目。いやーこっちもな、マリオサンシャインみたいに晴れてくんねえかなーと思う今日この頃。でね、最後3つ目かな。3つ目は、太陽の門。社員のね、社員のお掃除をしていきたいと思います。あれですね、太陽の門。よーし、行ったるでー。ほい。よいしょー。ほっ。あらららららら、あれむずいぞ。ここ行くのむずいぞ。ほら、よし、よいしょ。ほんとな、ジメジメしたな。今度ね釣り行こうと思って予定立てたんですけどね、あ、早い、ここ早いっすね。釣り行く予定立てたのに、なんか、雨っぽくてね。いやー、マジほんと。予定も立てらんないしね。梅雨って嫌ですね。なんか、なんか俺の梅雨の愚痴で、トーク終わっちゃったんすけど。すいませんね、ほんとに話下手で。ほんとに。
はい、以上、ドルピックタウンのお掃除社員特集でした。なんだそれ。というわけでね、続きやっていきたいと思います。でね、さっき太陽のも行って、ロケットももうゲットしてるので、そろそろね、新しいステージ行きましょうか。モンテの村？モンテの山だっけ？どっちだっけ？それは、太陽の門のね、上に赤い土管があるので、そこから行けます。よっこら。セット。はい、ここに繋がってます。モンテの村ですね。なんとかして3匹のキャンキャン。しゃあやってくか。てなわけで、キャンキャンが3匹暴れてるから、それを鎮静化させろというのが多分ね、このステージの。ちょっとあんた助けてくれんかな。わしの村の住人が飼っているペットが急に暴れだしてね。いやー、それがそこいらのペットとはわけが違ってな。え、終わり？話終わりっすか。何その意味深な次のセリフ残した感じで終わっちゃさ。じいちゃん遅いな。じいちゃんが泉に出かけたっきり帰ってこないの。まあいつものことなんですけどね。泉の場所、まあ、村の真ん中のでっかい木の根元よ。うん、そうだな。真っ赤なね、犬がキャンキャンなんですが、ザマス、スネ夫のお母さん、うちの子たち急に熱を出して暴れ出したんザマス。いつもなら尻尾を引っ張ってパチンと押し置きするザマスが、熱くて触ることもできないザマス。おい、俺に当たるんじゃねえよ、こら。知らねえ、お前のしつけがなってねえだけだよ。というわけでね、このね、スネ夫、キャンキャンことスネ夫ね、しつけのなってないスネ夫くんをね、まあ冷やして、これはもうすでに分かってます。ポンプで一回冷やしましてですね、で、おじいちゃんが、さっきの話しかけたザマスじゃない方の女の人のおじいちゃんがね、いる泉に向かってこいつをぶん投げれば頭が冷えるっていうわけですね。ほい。そうで、ここ泉なんですけどね、このおうおうおおお、スネをやめろスネを、こういう風にね、頭からすっぽり入っちゃってるんで、こんな感じにしてあと2匹もしつけていこうと思います。いた、早速いたな、スネを。あっちっちっちでね、こいつら炎出す感じなんで、この炎食らわないようにね、うまく水使いながらやっていきたいと思います。よっ、あらららら、変なとこ行っちゃった。で、青コインは取っていきましょう。うら、おお、お姉さん、キノコの上で何やってるんですか。お姉さん、キノコの上でハイテンションっすね。しゃ。このステージね、今の、この、キャンキャンのステージはね、夜なんですけど、昼と夜に、おっと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 、熱くなんなよ。熱くなんな、修造さん。もうスネ夫なのか、誰なのか分かんなくなってきたが。よいしょ。あ、これダメだ。マグマがあるからな。いけるかな。あー、ダメだ、やっぱ。おいおいおい。ほら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 。冷ませ、冷ませ。もっと熱くなるよー。オッケー。で、あと一匹っすね。あと一匹どこだ。いやー、このしつけがなってないせいじゃなくて、松岡修造さんのせいじゃないですかね、もしかして。修造さんの動画見てきっと熱くなっちゃったんだよ。うん。いやー、本当に修造さんはすごいですよね。修造さんが日本から消えると、日本雪降りますからね。いや、ほんと偉大ですよ、あの人は。あれおお、いつの間にいたよ、お前。ちょっと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 。よし。ほら。
ペットに愛情を持って接しましょう。いやーね、うちも犬飼ってるんですけどうちの犬言うこと聞かないんですよね。ちゃんと毎日愛情を持って接してるのに言うこと聞かないんですよね。どうしたらいいんだか。で、社員が？あれ、どっち行ったっけ？あれ？あ、あそこか。よーし、じゃあ次は、マーレの家、やっていきましょう。ちょっとね、シレナビーチやりたいんですけど、シレナビーチね、ちょっとあそこ、ちょっとね、苦手意識があるステージなんでね、ちょっとね、後に回したいと思います。あ、これか。一回やっていこう。いや、シレナビーチね、ちょっとね、僕苦手なんですよね。あそこのステージ全般苦手なんですよね。ボス。あ、マリオさん、いよいよ海の底に出発ですね。じいちゃんが上で待っています。それと、これを被ってくるようにとのことですので、このロープをたどると、登ると近道ですから。はーい、ありがとう。というわけでね、おじいちゃんがいる滝壺の上まで、行きたいと思います。このステージはなぁ、小学校初めてやった時にちょっとねびっくりしましたね。初め怖かったっすねこのステージうん、黒いっていうか怖いっていうか、まずうなぎにビビってましたからね俺。よいしょ。でおじいちゃんがいた。こんちゃーす。弓はできたようだな。海の汚れは巨大うなぎの仕業だったんじゃ。わしらマーレ族のふるさとでもあるこの海の底に虫歯を患った大きなウナギが住み着いてしまってな、汚れをまき散らしておるのだよ。ちょっと下を覗いてみて、みなされ。青コインだ。お前のところで見つけちゃいましたけど。汚れ切ったこのエリアも滝が戻ったおかげで一つだけ綺麗な穴が開いたようじゃが、あそこが入り口じゃ。海の底に潜ってうなぎの虫歯をきれいにしてやってくれ。そうすればやつも元いた場所に帰ってくはずじゃ。わしがそういうのだから間違いはないぞ。さあ勇気を出して飛び込んでみるのじゃ。すいません。ちょっとねできるかなと思ってやってみたんですけど、全然似てないっすね。ダメですね。おじいちゃん声下手くそでダメだ。ほら、で滝壺に飛び込むと。水の都アトランティス。で、この下にね、下に僕のトラウマのね、このうなぎさんがいるんで、このね、うなぎの歯磨きをしろというわけでございます。でね、このステージ一番難しいのね、酸素なくなることなんですよ、マリオのね。だからこの泡をうまく使ってね、攻略していきたいと思います。うん、無理はしないのがいいっすね。いざとなったら下の方にコインとかもあるんで、まあまあ無理はしないでね、あんまり急ぎすぎずにね、歯磨いていきたいと思います。気長にね。うん、はい。でこれホバーでやった方がいいんかな、ノーマルポンプでやった方がいいんかな。こんな感じでね、水かけると汚れ落ちるんで、はい、ちゃちゃーっとね、ちゃちゃーっと。おーっと、で、ここ吸い込まれると、ちょっとね、ちょっとの間だけなんですけど、動けなくなっちゃうんで、飲み込まれてね。それに気をつけながら、酸欠防止のしながらやっていきたいと思います。うお、歯抜けてる。歯抜けてる。うわ、痛そう。虫歯の痛みが俺よくわかんないんですよね。虫歯ないんですよ、今まで。一応。ね。だから虫歯、あ、やべえ、気づいたら3つだ。虫歯って痛いんすかね。うん、
house. うわぁ、あ、結構順調っすね。あー飲み込まれちゃった。グロいグロいグロい。絶対口の中くせえだろうな。こいつの口の中絶対くせえだろうな。なんかもうあの色でもわかりますよね。なんか変なこびりついた紫のさ。このね、絶対臭いでしょ。あ、キンバだ。リッチだね、キンバとか。歯医者の治療って怖いんすか。歯医者さんの治療って痛いんすかね。うん、なんかほんと虫歯ないからね、歯医者ともあんまり縁がないわけで、うん、ね、やっぱりいいことですよね、虫歯がないってね。そこだけがね、もう僕生きてていいことだと思うんですよね。いいこと。うん、唯一のいいところっていうか。歯は健康体なんですよね。最近視力が落ちてきちゃってね、やべやべって思ってるんですけど。いやー、やっぱり健康でいたいよ、ずっとね。うん。なんだ、俺のなんか人生論みたいになっちゃったけど。気づいたら、あとこいつの虫歯も2本ぐらいかな。うなぎって目4つなんだね。こいつ目4つありますよね。そもそもこいつうなぎなのかって感じですけど、眉毛生えてるし。うなぎは眉毛生えてねえよな。さすがに。あ、合わせて合わせて、あれ、よし。あとあっちの端っこか。あー難しいな、端っこ難しいな。あー吸い込まれんな、頑張れホーバー、頑張れ。よし、あとはこいつだけだ。歯を大切にしましょうということでね。あ、金歯抜けちゃったの、リッチの金歯。で、これ小学生の頃にね、俺何気なく思ったのが、このコインが、下のコインハートになってるじゃないですか。これいいなーって子供の頃の俺でも少なからず思いましたね。うん、うなぎは感謝してんかなみたいな。はい、というわけで、ここも難なくクリアというわけで、あー、もう時間も結構いい感じだな。今回はこの辺にしときますか。それではね、パート17この辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。